笠原良作肖像写真。笠原良作明治13年8月23日は、江戸時代末期の乱邦位名はよ、字は小馬、号は、鉄仏無街道、天候楼桂窓、白沖な、福井藩の町位。越前国阿諏訪郡、深見村生まれ。父は、福井城下の町位笠原流斎。首都の継続に尽力し、 領内諸地域や北陸の近隣諸藩に首都を広げた。笠原白雄の日笠原白沖縄の石踏み十五六歳の頃から福井藩の医学所へ通い、無期陸層から本僧学を学んだ。文政十二年から天保三年にかけて江戸に出て磯野高堂に入門し、その後福井城下牧田中町で開業。天保7八年頃、山中温泉で評判を聞き乱っぽの大竹。 両元に入門。さらに、天保十一年には、京都の日の金ななりに入門して翌年まで修行した。その後、福井藩主、松平春学に、新国からの牛頭病の輸入を、高貨三年、海江元年の二度にわたって上進し、同年十二月には、福井藩から老中、安倍正宏への内願いを実現させた。翌海江二年一月。 ハンエドルスイ中村貼った夫から、不妊直前の長崎奉行、大谷明慶に対して、長崎での尽力を依頼し、3月にも、再び願書を送ったが、大谷からは100日を超える、後悔の中で、闘病は毎回編成して貢献がなくなるため、願書は取り上げがたい胸返答があった。海英2年6月26日、バタビアから、オランダ船外入に成功したを用いて、 長崎で島で首都が行われ、初めて活着した。笠原が福井に持ち帰った闘病は、この最初の首都から2ヶ月の間に、長崎の市中に広がっていたものが元になった。新国からの牛刀取り寄せが実現する前に、オランダ人からもたらされた闘病が、京都の日の金えなりまで伝わったため、福井藩はこれを国元に持ち帰って、首都を進めたい旨、開2年12月に、 江戸語劇版の中村八田夫から老中、安倍正宏に対して猿の母した。闘病が福井城下まで植え継がれる日取りは、以下の通りである。長崎奉行所の当通市営船士郎八は、下下の姉山健介に依頼して8月28日、孫二人に首刀を受けさせて得た東ぶ豚を、9月6日に、京都の日のかな成のもとに発送し、日のはこれを9月19日に受け取った。 一方、東病伝来の知らせを受けて9月開日に、福井城下を出発した笠原が、京都の日野宅に到着したのは、10月5日であった。同月16日には、日野の助党官が開館し、笠原はここで主都に関わって詳細な接種法を学んだ。この間、伝来を依頼してきた、大阪の大型公安、日野くずみんらに11月1日に分内するとともに、 同月7日の大阪土庄町首都所の解説に臨席した。一方で、福井藩内で首都が断絶にした、際の備えとして、京都と同様に分内する旨を真実し、接種法を伝授した。そして11月下旬、当時闘病を移動する際に最も確実である、人から人に植え継ぐ方法によって、笠原らは、豪雪の土地の木峠を越えて、11月25日、 福井城下へ闘病をもたらした。福井までの足取りを以下にまとめる。翌火永3年1月、笠原は、近隣地域、諸藩の乱法医に対して、書状を送って、闘病入手の経緯を説明し、文内希望のあった府中、鯖江、大野、鶴が大正寺、金沢、富山へ闘病を分けていった。笠原がもたらした闘病が、 越前各地や隣国に伝播した都市付きとその後の経過は以下の通りである。笠原は京都から江戸の福井藩邸へも闘病を送った。江戸への到着は開園2年11月28日で翌29日、霊岩島中屋敷で中来中安が市川西宮の娘に接種したのが福井藩邸での最初の首都であった。これより早く江戸には 佐賀藩を経営して闘病が到着しており、伊藤原木から桑田立祭が受け継ぎ、中来は11月18日からその首都を手伝うことで詳細な接種法を実習した。なお、中来はこの年末末白藩に帰国予定であった佐久間正山に捨てないしている。また、福井に到着してからも12月16日に江戸の中来中安宛てに、 当病一箱と首都生命録等を送っている。笠原は、福井城下浜町自宅の林家を購入、改造し、助党管制約を定めて仮の助党所とした。この時、運営に関わったのは、総裁となった笠原のほか三崎玉雲、大岩周一など10名ほどの町であった。翌嘉永三年二月、福井藩は、首都後に再刊することはなく、助党所に、 年々20票ずつカフするので謝礼の支払いなく待ち、在広く領事を受けるよう触れ書きを出した。合わせて、範囲3名を首都係として、奥医師のうち1名が館に詰めることを命じたものの、首都に対する人々の抵抗は予想以上に大きく、範囲からの反発や中傷も激しかった。成果と言動、年末年始には必死当時が特に集まりにくく、 首都が継続できずに闘病が耐えてしまう危険性が高まった。実際に、笠原が闘病を分けた福井藩内の府中、金津及び大野藩では、翌年の海江三年秋頃までに断絶してしまった。鯖江藩、大正寺藩、富山藩でも、前内の年月日は不明であるが、海江五年から安政二年までに、再伝内が必要だった。 家営3年秋には笠原社中の医師たちであっても、町医としての家業との両立は難しく欠席、遅刻がちとなり、さらに年末年始には、貸し料や手間代を払っても必死当時がほとんど集まらない状況になった。笠原の財政的な逼迫も次第に深刻になっていった。こうした状況の中、家営4年8月、福井藩は、目付の石原新十郎を、 首都接続係に任命し、組織的な首都の運営体制づくりを開始することになる。運営を任された医師は74名に上り、全体を総括する。総監は、岩佐原慶、勝サさサ一巡ら範囲が務め、在国のほぼすべての範囲に当たる40名に、総監所、同書記首都方、診察法、首都方手伝い等が割り当てられた。 それまで首都を中心的に担ってきた笠原、三崎玉雲、山本総平、大岩慎一ら10名は、官邸、首都方に位置づけられた。これ以外の大月一志案ら24名の町には、首都方手伝い、応接法が割り当てられ、それぞれの出席割り当てが定められた。そして、開園4年10月、下江戸町に新たに女党官が開設された。その後、女党官は、 安政2年1月に、範囲学書行動の東側に増築、併設された。開栄5年9月頃には、福井周辺で天然痘が大流行し、除島館前には、早朝から100人から200人ほどが群集したという。これ以降、官邸方、首都方等の医師の出席割り当てが拡充され、多数の必死当時を混乱なく、首都を施し全館まで導くための詳細な、 首都運営マニュアルである手続書が作成された。首都を担当する目付は、石原新重郎の後は、海福井の表へ小宮山修造、伊豆淵伝の城、市村一重郎らによって、65年までおよそ14年間に、渡って継続された。城下の外への出張首都は、安政2年に越前海岸沿いの加護浦と、古入浦に対して行われた。これは、 笠原が助頭官係の目付、海福井の表へと、軍部業、岡崎八郎の支援を受けて実施した取り組みでは、あったが、多額の赤字を生み、継続することはできなかった。笠原は、万、ま、延元年9月には、内願いによって休息。養子健造が、父と同様におまみ石となった。この頃に良作を改名して、白沖菜と名乗った。文久2年12月には、 それまでの医療人力に対して、年々、合力枚10票が給されている。明治3年7月から、元藩郷病院の内高検治病院に、長助研務役。明治5年6月文部省首都免許取得。明治13年8月23日、東京神田区三崎町の空居先で死去。大正13年、十五位を追贈された。に月の笠原から、 下科道具師安則宛ての手紙から、笠原は、京都の下科道具師、安則の主刀針を使っていたことがわかる。下科道具師安則は、花岡青州が、下科器具の作成を依頼し、丹野職から専門化していった、新竜県安則か、その後継者と考えられる。吉村明は、笠原を、主人公とし、史実をベースにした少年向け読み物、めっちゃ意志伝を発表。 その後、笠原の子孫から資料の提供を受け、大幅に補足した歴史小説、雪の花となった。地域乱学者門人超人名データベース、国立歴史民族博物館ウェブサイト、福田玄三郎、越前人物史中、P370 から377、福一市資料研究、ピアニッシも226から232及び、解大。福一市資料研究、 ピアニッシュも232から236。中根幸恵によれば、これらの願書は、開英2年4月、同様な内政変異を理由に、老中、安倍正宏から差し戻しとなったとしている。首都伝来ピアニッシュも147から150。白神木、P90。白神木、P1 から2.7580。これは小瓶に入った八粒の刀かさぶたであった。 京都で受け取った日付については、9月16日、19日、22日と、笠原の書状の中でも混乱がある。千千吉六、P2。千千吉六、P3。笠原は、未だ国元へ、受内していない段階ではあるが、大阪は、京都同様の大都市であり、彼の地に種付くならば、駅根本堅固となり、また大形らも、不盆の人々であることから、 本月昨日でないイタを消さる子と記している。さらに、首都法の伝授を壊れたため、11月6日に、日の家内なりの門人の西村慶三が将人を雇い、日のと共に、下坂、11月7日に将人8名に、笠原、小形、日のらが執刀し、10日まで大阪に滞在して、順調に、原点が出ていることを診断した上で帰京した。千津吉六。 ピアニッシモ、8から9笠原は11月16日接種と19日接種の2サイクルで首都を計画し、実施した。安政元年以降に書かれた笠原の探願書には、この京都から福井までの旅に同行した子供の人数は、福井から呼び寄せた子3名、京都の子2名の計5名で、両親、総天都合総勢15人であったとしている。は1 1、1 福井城下での最初の主党が失敗に終わった時のために斉藤羅府中の医師に依頼して今城で章に3人を待ち受けさせこのうち1人に内々に接種していた斉藤作順、伊駒光雲は福井藩府中本岳のマ美医師渡辺誠安は府中長医中盤約5料理方像類ごと目付け資料画像デジタルアーカイブ福井川容人 福井県文書館資料総書9、福井藩紙履歴1、2013年、P37、佐治医師、福井県文書館資料総書13、福井藩紙履歴5、2017年、P234、助藤館制約、福井市資料編9、1994年、ピアニッシも274から276、柳沢、 福井からの闘病の電波とサバイ犯の首都 P55、五日1、白神木 P33、白神木 P44、山崎佑、福井藩主党の由来、笠原博男のこと、日本医師会雑誌43巻9号、P785、白神木 P36、ハット観測を犯さない、館外で主党を行わない、主党の会期を守る。 理を貪さぼらないなどを定めた。福一市資料編9、1994年、ピアニッシ二も274から276。福一市資料編6、1999年、P490。白神記 P131 から134。友の笠原白雄の首都普及活動、安政元年以降の村継伝内を中心として、 実学史、研究に p 六十六。柳沢、福井藩における、繁栄助頭藩の解説と、その運営ピアニッシュ五十二から五十四。彦根藩囲が映した下江戸町の助頭藩の見取り図が、残されている。牛刀書図面河村文庫画像データベース、市外科大学附属図書館蔵福井藩助頭藩の、手続き書の詳細については、うなばら江戸時代の医師修行ピアニッシュも、 197から206を参照。古市の全州助頭館手続書、河村文庫画像データベース、違い科大学付属図書館像、柳沢、福井藩における繁栄助頭館の解説と、その運営 P47.56、ともの、笠原白尾の死と普及活動、安政元年以降の村継伝内を中心として、実学士、研究さんピアニッシュも、 151から194。福井藩の中盤役、ご料理方も含む、雑屋からの人事記録である、中盤役ご料理方造類では、両作解明してしろ、ートウンとある、雑録松平文庫、福井県文書館保管。笠原白織歴1873年、越前資料。福井県文書館で複製本で、閲覧可能たじり左辺。 増意所見連続保番上特使増意年表 p 五十三笠原白雄は幕末に天然痘の予防接種である首都を普及させたことで知られているがこの時使っていた首都バリを作っていたのは誰か国立国会図書館レファレンス共同データベース https コロンスラッシュスラッシュ c r d n d l g o j p スラッシュレファレンススラッシュディテールページイコールレフビューアンド ID イコール10億27万2811ありがとうございます。